え？誰？何この格好。でもポリンがいるしね。なぜ何も喋ってくれないの？ということで T 先輩です。ノクターン。あれ？ティーコです。ノクターン。今のは何だったのよ。もう少ししたらわかりますから。そう？それよりも住人の話がさらにおかしく。やはり何かが起こっているんだな。何が現実か夢か幻かわからないね。前回買った魔法のブーメランはこんな感じ。そして今は羽靴を探しているところです。英雄の家にないから酒場かな、と。え、忘れちゃったの。そうなんですよ。他の人はともかくおじいちゃんはありえないでしょ。いやまあ可能性は一番高いんだけど、この子の成長を一番喜んでいたのがおじいちゃんだったし。まあある意味ね。みんなの記憶が飛んでます。嫌だなぁ、明るい未来がいいなぁ。そうね、ちょっと怖いかも。いくつか買えます。普通に強い武器が買えるようになったね。防具とどちらを優先するか悩みます。でもこちらは盾だけか。じゃあ貸してしまえ。よし、足りる。直台で殴るとかいいのかな。確かに破壊力だけはありそうだけど。でも普通に剣の方が怖いよね。そろそろ買おうかなと思ってます。今までも何度か顔を出してはいたのですが、なかなか手が出なくて。顔は出したけど手がね。ただ安いものは結構安いので、いくつか買って気分転換しようかなと。そういうことだったのね。いきなり変わってるから焦ったよ。特に髪の色が違うから別の人かと思っちゃった。そうですね。え、めっちゃ高いの買うじゃん。お金よりも露出度で選んでしまった。反省反省。お、そうだクリスタルも売ってたな。素材さえあればこちらは安いものです。だけど効果は大きいね。迷いなくそれにするし。まあこんな感じで着替えたわけです。なるほどね。さーて、そろそろ酒場に顔を出しますか。そう、髪型が多少変わったかな。もはや別人だから、何があったのか心配になるレベルだよ。うわー懐かしい。こんにちは。ミルー。いてくれた。嬉しい。無事でいてくれたのがまず。ほんとね。な、こちらも美しい。え、よくわかりましたね。あまりの表現ぶりに驚いてると思うよ。
これが英雄の履いてた靴か。そもそもサイズが合わない気がする。確かに匂いとかあったらショックだな。変なこと考えないの。歩いてる。びっくりしたー。怖い顔するんだもん。その格好は何？って怒られるかと思った。さすがに怒りはしないでしょ。小さなメタルのことでしたか。まさかのミルーが収集者なんだね。あ、そうか、英雄があらかた集め終わってるから。どんなコレクションなんですか？そういうものではないと思う。そうなの？私物じゃないの？そんなもの渡すわけないでしょ。なんだと？予想以上のものが来ちゃった。ミルーがストーカーしてたの。あ、神父、ただの日記なのにストーカー呼ばわりされてるのか。まあ確かにシスターをね。いろんなこと書いてたんだろうな。そしてなぜか私のこと細かな情報まで。どんなストーカーなんだよあいつ。今いないのにね。自動で書き込まれているのか。怖ー。まあまあ。こういうのを見るのが好きな方もいると思うので。一応今と、あとクリアした時くらいはお見せしようと思います。それがいいね。ステータス上昇アイテムはこのままレイコなのか。なんで装備品とか売却しないの、とか。まあいろいろご干渉なさってください。魔法とか明らかに使っている属性が偏ってるのね。敵の属性にもよりますけど、やはり使いやすいものがありますからね。そんな感じでしたか。なかなか面白かった。二枚ごとにもらえるのね。ステータスも程よく上がるな。コンボでいいか？これで夢の三段ジャンプが可能に。ここまで来るとはね。パン屋の娘よ世界へ羽ばたけ。さて、今回はですね、このまま次の海蛇の記憶に行くと見せかけて、ひたすら強化に励もうと思っております。そうなの。レベル1の状態でも強くなれば、中間ポイントから始めても大丈夫になりますし、魔法を覚えれば覚えるほどミルになりますからね。そろそろここらで本格的に稼いでおこうかと。魔法のタイミングをミスした。全体移動は食らうからね。この休みもあるからスピンの上から下まで鳴らせるというか迷いましたが、効果に関して言えばここをひたすら繰り返すのも悪くはないんじゃないかなと思いまして、全方
スが銃で出るからね。ほう、バランスが悪い。他の今までの敵と、使わせてのどれかが悪くないのでしょうか。そんなに手に入らないんですよ。そうなんだ。なのでボスを倒すのはまだ時間かかりますが、ここを繰り返した方がいいかなと。ちなみにサイバーはこんな感じでした。送るところがランダムなのがならないというかね。ほとんど当たってなかったね。それよりはレインの方が好みかな。さてどれくらい溜まったかな。あ、そうか泉ね。え、これだけか。8回、戦ったのね。結構頑張ったと思うんだけどそれだけか。正直一つ二つ覚えて終わりじゃないか。要求がもう大きいからねー。こんなじゃダメだな。もう少し頑張ろう。火薬を使うってことは爆弾かな。確か爆弾を使えそうな場所がありましたよね。あったね。ここです。よし、合ってた。またハロウィンダンジョンがあるの？どうでしょう。調べられますけども。上級レシピ。むしろこっちのが嬉しいぞ。その火薬も作れるね。できれば髪型 A から B を作りたいんだけど、残念、ないのか。あれ、これだけ。ダンジョンはなかったか。クリスタルはありがたい。さて、今度は結構やりましたよ。おお、少なくとも20回以上はやったのね。やりましたねー。リンゴ。ここを開けるべきか、と思ったら、足りない。城だけが大きく不足してるね。鍵開放で使ったからかな。よし。これは完全に天秤用ですね。ほんとだね。さあまだまだやりました。一番効率のいい戦い方がこれかな。敵の攻撃に合わせて全員を放ち、2回目も全員が運動、そしてまずは加工できて、2回はそのままだ。足りなければ少し切れば OK。 めっちゃ効率が良くなってる。もう何度もやりましたからね。まさかの600。結構溜まってるでしょ。魔法もいいけど術レベルを優先してます。この方が威力が上がっていいのかなって。どれくらい上がるのかとかわからないけど、まあ適当に。その代わり魔法は覚えられなくなるね。これだけ貯めてもまだ足りないか。さすがに1回10じゃ果てしないんだよな。1000貯めるの200回戦うんだもんね。さすがにここまでかな。サクッとお見せしましたが結構頑張りました。わかるよ。新しく覚えたのはバルカンだけかな。その代わり威力は上がっていると思われます。それに細かくステータスも上がってるんだもんね。はい、次のエリアにいきなり行っても大丈夫か試してみたいですね。それは不安だけど、まあ武器も強くなったしね。それじゃ今回はここまでにしましょう。次回はいよいよ新エリア。海蛇だったね。となると巨大な魚とかいるのでしょうね。いたいた。お楽しみに、ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。